はい、こんにちはーす。レトルトと申しまーす。ドアーズ実況プレイ始めていきたいと思います。いやー、なんか軽い気持ちで始めましたが、だんだん難しくなってきてますね。まずは今回は21からスタートしたいと思います。どうぞ、やっていきましょう。おしゃれな模様の、あ、これは上のやつ的にアナログパッドを使って、ん？なんだ、ライトがある。下側。ライトがあるけど。え？これだけ？なんか上をタッチしても特にないですね。ほい、ほい、ほい、ほい。いや、でもアナログパッドと、3DS のアナログパッドと同じ形をしているから、火で燃やしたりとかもない。アイテム使ったりもできるらしいですけど、もういきなり、いきなり積みそうだ。でも上に何も映ってねえんだもんな。傾ける。傾けても特に、あ、あ、転がってる、なんか。え、転がってるけど何？転がったけどさ、このボール、あ、あ、ボールゲット！ゲットしたボール。え、これなんか使うのか？上にさ、あ！あ！どういうこと？もう開くの？まだ開かない。このボールをもう一回。あれ？ボールをもう一回ぶつけるわけでもない。でもドアまだ開かないしな。多分あの赤い、あ、他のとこにもあんのか？もしかしてこういうボタンがさ。え、でもアナログパッド、どこにあんの？あ！腹立つ！あ！なんだこれ、お香？上でやってもダメ。火かなあ？これが見える。あ！なんかこの煙によってなんか、なるのか？いや、煙関係ないの。なんだこれ？何のためにあんのこれ？傾けたり向き変えてもダメ。ここでちょっとなんかいろいろ、色の向きを変えられますね。と言ってもわかんないぞ。左右。この上の、この矢印のやつは何なんだ？で、この下にこう、動いてるやつは何なんだろうな。ちょっと、向き変えたりしてもダメ。十字キーでぐるぐるしてもダメ。火はつけられない。ボールは？ボールもダメ。あ？開いた。なんかさ、赤をなんとなく、このなんて言うんだろう。赤で、あの輪っかのやつの赤をなんとなく固めてみたんですよね。そしたら脱出できたけど、どういうことなの？なんで脱出できたかもよくわかんないな。なんかゲットした。ドライバー？あ、これ。これほら、こういうことだ。動かして。ほい。ほい。どけ。よし、簡単。こういうの頼むよ。ほいほいほい。紫。緑。赤。虎は黄色だから、ボールで当てはめる？ボールでは合ってるよな。ん？どういうこと？ボールを当てはめてみましたが、意味がわからない。どういうことなんだろう。オレンジ色になるには黄色と赤だけど、そんなの意味あるかな？関係あるかな？あ！なんかあった、ここに。バナナ、サクランボ、ナス、緑だ。よーし！
オッケー。あー、ボールな。親父が死んでる。親父、親父大丈夫？あ、親父これどけりゃいいんだよ、こうやって。さよなら。かわいそうっす。うわ、お前、溶けてる。引っ張ってみてよ。もうこれじゃない？これで、どうだ？カチンコチンだけど、これ引っ張ったまま、あーダメか。なんか、なんとかできないか。まあ、これまたこうやってさ、ぐるっと回す系？ぐるっと回す系じゃまたないね。この後ろの矢印みたいな何なんだろうな。この火をさ、倒れろ倒れろ、倒れねえんだよな。は？は？は？よくわかんないけどいけた。上なんかあるねこれ。なんて書いたんだこれ。文字なの？他に物はないのか？横傾けてもダメ。これだけがヒントか。なんか、ポチッとな、みたいな感じの、なんか左の、あの、ダイナマイトの発射スイッチみたいな。この文字を作る、いや、作れないよな。四角の数、いや違うよな。お金、あ、待って、数字なってる。25123456、上25になってる。で62だ。なるほど。うわ、すっきりした。なにこれ。お手玉。どういうこと？こんだけしかないの？他には？他には何もねえのか。回してみたり、スライドパッ、あ、食わせれるじゃん。はい。あー、ダメって。赤。青。緑、黄色、ダメか。お花の数が、赤は3、草が4つ、赤が3つ、青が2つ、黄色が1つ。ダメ？黄色が1つ、青が2つ、赤が3つ、緑が、よし！29。AXX。あ、押すのか？ A。X。X。B。A。Y。イェーイ！簡単！こういうの頼むわ。なんで寄ってったんだ、そもそも。また傾けるわけではないし、傾けるのか？あ、傾けた。どういうこと？ほいほい。違う。この風船がヒント？なんだこの、なんだろう、方角の記号的なさ。難しいな。これの順に、上のやつの順に押すのか？なんかこう、それっぽくない？一筆書き的なさ。こっからスタートして、こう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 ！来た！風船関係ねえし。とりあえず今回は、30までにしておきましょうか。ご視聴ありがとうございました。
いやーもうだんだん難しくなってきた。クリアできる気がしません。次回投稿されるのかわかりませんが、ご視聴ありがとうございました。次回続きましゅーのかな？続くのかな？レトルトさーん。みんな、レトルトを助けるために、そこのボタンを押して、チャンネル登録してくれー。動画の更新も、すぐにわかって、レトルトも、大助かりだー。スマホの方は、登録ボタンを、押すか、説明文の、チャンネル登録よろしくどうぞ、の、右からどうぞー。それでは、別の動画で、お会いしましょう。